デカブリストの乱デカブリストの乱は1825年12月14日にロシア帝国で起きた反乱事件。デカブリストとは武装放棄の中心となった貴族の将校たちを指し反乱が12月に起こされたことからデカブリストの名で呼ばれた。デカブリストの乱はロシア史上初のザーリズムな派と濃度解放を要求した闘争と位置づけられ以後のロシアにおける 革命運動に大きな影響を与えた。一般的にデカブリストの乱や革命運動の起源はアレクサンドル一世の知性にあるとする見方が有力である。17世紀末から18世紀初頭にかけてロシアの貴族層はヨーロッパの啓蒙主義に影響を受けて自由主義的主張に傾斜していった。この傾向はフランス革命さらにはナポレオン・ボナパルトの登場により 白車がかかる。1805年のアウステルリッツの戦い、1806年のフリートラントの戦いでの敗北以降、アレクサンドル一世はナポレオンに対してある程度誠実な協力者であった。このようなアレクサンドルの姿勢はロシア国内における自由主義の勃興をもたらすと同時に保守派の奮撃を買った。この時期にアレクサンドル一世は ミハイル・スペランスキーを登用し立憲制の導入を含む改革を試みようとしていた。スペランスキーは内務省の組織化、聖職者教育の改革、政府による経済開発の体系化などの改革に関与した。1808年スペランスキーは国と地方に選挙制議会の設置を中心とする立憲制導入を構想した。この構想は貴族、 完了層の激しい反発を買うこととなった。1812年、ナポレオンとの戦争を控えていたアレクサンドル一世は国内の統一を図るためスペランスキーを顧問から解任し追放した。ロシア戦役では、焦土作戦と冬将軍の到来によってロシア軍が勝利した。以後、ライプツヒの戦い、ワーテルローの戦いでナポレオンは失脚し、ロシア軍はパリまで進軍した。 ナポレオン戦争に従軍した貴族出身の青年将校たちは滞在中議会の討論会や自由主義的な雰囲気を持つ大学の講義を聴講したり政治的意見を掲載する新聞を読むなどしてヨーロッパ諸国の政治、社会制度に触れ祖国ロシアのそれと比較して格段の進歩を遂げていることに衝撃を受けた。また戦争に従軍している 農民出身の多くの兵士に直接接し、彼らの境遇の劣悪さを肌で感じ、国家社会の改革を強く意識するようになった。自由主義的政治思想、人権思想、大義性、立憲性の影響を受けて帰国した彼らは、祖国の先制政治、官僚政治に一層厳滅を感じて、改革の必要性を痛感した。1816年、サンクトペテルブルクで、 アレクサンドル・エヌ・ムラビ・ヨーフ、イワン・ディ・ヤクルシキンラ6人の青年将校によって、最初の秘密結社、救済同盟が結成された。1818 18年、福祉同盟が結成され、約200名が参加した。福祉同盟は、ノード解放、先制政治の廃止で一致していたが、将来のロシアの方向性をめぐり、立憲君主制を主張するものと共和制を主張する。 ものとに意見が分かれていた。また、方法論として、武装放棄の採用や、放棄の方法をめぐっても相違が見られた。1821年福祉同盟は、上記のような会員間の意見の相違と、当局のスパイを恐れ解散した。ウクライナでは、激派のパーベル・ペステリ大佐を中心に、トリッチンに、本拠地を置く、福祉同盟の南方支部が、 南方結社として組織された。南方結社は、共和制に基づく憲法草案、ルースカヤ・プラウダを起草した。この中では、先制政治の打破と一時的な独裁体制による共和国の樹立、濃度制の廃止と国有地の活用を中心とする土地改革、地方自治とユダヤ人以外のロシア帝国に隷属する諸民族の独立などを主張した。 ペテルブルクでは、恩恵派のニキータムラビヨフや N.I. ツルゲンレフによって、北方結社が設立された。ムラビヨフは、スペイン1812年憲法や、アメリカ合衆国憲法に反を取り、立憲君主制、連邦制を基調とする憲法草案を起草した。北方結社は、教育、慈善事業、経済、司法改革などの課題について皇帝及び政府を助け、 音拳な形でロシアに立憲制を導入することを目論んでいた。1815年皇帝アレクサンドル一世はポーランドに対して憲法を与えポーランド立憲王国が成立した。議会の会員式に出席したアレクサンドルは直後の中でロシア国内での憲法施行を準備していると言及したためこれに期待する向きがあった。しかしアレクサンドルは ウィーン体制に同調し、改革者の仮面をかなぐり捨て、反動へと走った。秘密結社は、アレクサンドルの変説により動揺し、恩恵派である、北方結社にも、詩人のコンドラチールイレーフや、アレクサンドルベストゥージェフラ共和制を施行する一派が、加入することで急進化していった。また一部には、ピョートル・カホフスキー、AI 薬防備地のように、 皇帝暗殺を計画する一派まで現れた。1825年皇帝へアレクサンドル一世が行幸先のタガンドグで放御した。アレクサンドルには死死がなく、自帝のコンスタンチン大公が定位を継承すると見るのが一般的であった。しかし、コンスタンチンはポーランドの貴婦人、ヨアンナ・グルジンスカと秘密裏に帰遷結婚したために自ら定位継承権を放棄していた。 アレクサンドル一世も生前、このことを認め、定位は次の弟のニコライ大公に移譲することが決定していた。ところが、奇妙なことに、ニコライ大公が定位継承者であることを知る者は、アレクサンドル一世を、はじめごく少数で、肝心のニコライ大公自身にも知らされてはいなかった。定位継承をめぐってコンスタンチンとニコライの間で、相互に定位を譲り合い、 一時的にではあったが、空域感が生まれた。結社のメンバーは、チャーリ政府に、自分たちの情報が、当局のスパイによって漏れているとの情報もあり、不十分な準備のままクーデターを観光した。1825年12月14日、元老院広場において、新帝への宣誓式が挙行されることとなり、デカブリストは、3000人の兵士を率いて、ペテルブルクの元老院広場で放棄した。 デカブリストはコンスタンチンへの忠誠を宣誓し、ニコライへの宣誓を拒否した。さらにニコライが当局した場合には、ニコライに迫って自由主義的な大臣を任命するように仕向ける予定であった。デカブリストはあらかじめセルゲイ・トルベツコイを臨時指揮官に選んでいたが、当日、葬式を取るはずのトルベツコイは姿を見せなかった。兵士たちは12月の玄関の中、 元老院広場に向かって行進を開始した。兵士たちは上官の命に従い行軍し元老院広場に集結した。行軍中、兵士たちは口々にコンスタンチンと憲法コンスティショマーとスローガンを叫んでいたが、憲法をコンスタンチン大公費のことと誤解している始末であったと伝えられる。もっともこのエピソードは創作のようであり、カホフスキーは レバシェフ将軍宛ての手紙で創作であることを示唆している。翌12月15日新廷ニコライ一世は自ら政府軍を率いて反乱の鎮圧に当たった。ニコライはあくまで流血の悲劇を避けようとしてデカブリストを投降させようとした。直視として兵卒に人気のあったミハイル・ミロラドビチ伯爵を派遣し、デカブリストの説得に当たらせたが、 ミロラドビチ博が狙撃され落命するに及んで政府軍の投入を指示した。デカブリストの反乱は1日で鎮圧された。南方結社は12月13日にペステリ大佐をはじめ指導者が次々と逮捕された。南部結社のメンバーがペテルブルクでの武装放棄の情報を得たのは乱後2週間経ってからであった。南部結社にはロシアナショナリズム、 スラブ民族の連邦国家創設を目指す統一スラブ派が参加しており、ペステリ逮捕後は統一スラブ派が中心になって活動した。統一スラブ派は牢獄を襲撃し逮捕された指導者たちの何人かを解放することに成功した。そのうちの一人、セルゲイ・ムラビオフ・アポストルは12月29日、チェルニゴフ連隊が武装を放棄したが武道団で武装した。 政府軍によって1826年1月3日、鎮圧された。1811年に皇帝アレクサンドル一世によって創設された、ザールス・コエセロを立位で学んだビリゲリム・キュフ・ヘリベッケルやイバン・プーシチンもデカブリストの運動に参加した。しかし、1819年に開設された、ペテルブルク帝国大学では、教授も学生もデカブリスト運動とは無縁であった。 事件後、軍事法廷で関係者579名が裁判を受けた。首謀者とされた、ペステリ、カホフスキー、ルイレイエフ、ムラビオフアポストル、ミハイルベストゥージェフリューの5人は、公式刑を宣告された。その他のデカブリストは、シベリア、極東、カザフなどに流刑を宣告された。シベリア送りは106人に上ったが、これら流刑となった夫の後を追い、 11人の妻が貴族身分を放棄してシベリアへ向かったことはロシアでは夫への献身の象徴とみなされている。流刑衆となったデカブリストは20歳代が多く、寄婚者は18人であった。また、デカブリストの指導者と交際があった詩人のアレクサンドル・プルシキン、アレクサンドル・グリボエードフ、アレクセール・モーロフラは当局の監視を受けた。事件直後から、 この運動はインテリゲンチャのみならず、広く民衆の同情と共感を集めており、流刑者となった、あるデカブリストは、その友人への所感の中で、シベリアで知り合った人が、まるで親類か従前からの恩人でもあるかのように、親切に接してくれていると書き残している。流刑衆のうち生存者は、この後、1850年代になってから皇帝。 アレクサンドル2世の退社によって帰境が叶えられた。デカブリストの乱の失敗は、反乱主体である北方結社と南方結社が相互に連絡を取ることなく、アレクサンドル1世の救世と、その後の2週間にわたる皇帝不在を機械的に捉え、長期的展望の欠如したまま反乱に突入したことと、大衆に対するデモンストレーションの欠如。 クーデター実行者としての決断と実行に欠けていたことなどに起因する。結局、団ゴニコライ一世は皇帝官房第三部を新設するなどして、先制権力を強化し、反動政治を推進した。その一方でニコライは、失脚していたスペランスキーを登用して、法典編算事業の再開に当たらせるなど、国政整備につながることにもなった。 デカブリストの中にはシベリアなどの流刑地で教育や研究に励む者もいた。彼らは試作や民族研究で大きな成果を上げている。また、デカブリストの妻たちは夫の流刑地についていった者も多く、後世、ロシア夫人の鏡とその不徳を称えられた。アレクサンドル・ゲルゼンは彼が出版した定期観光物、 北極星の表紙に処刑されたデカブリストの肖像を掲げた。プーシキンやニコライネクラーソフは試策にあたってデカブリストをテーマに取り上げた。レフトルストイはデカブリストの自由主義的主張を取り上げ、後に戦争と平和へとつながっていった。デカブリストの乱はロシアにおける自由主義的革命運動の第一歩として、 その後の革命運動の契機とされている。こうした自由主義的革命運動は、ロシアでは頓挫したが、ナポレオン戦争によって、ヨーロッパ諸国へ輸出されたことを意味するものであった。デカブリストの乱以降ヨーロッパでは、ギリシャ独立戦争、そして1830年のフランス7月革命と、連鎖していき、反動化するウィーン体制へ揺さぶりをかけていったのである。ありがとうございます。